はい、どうもです。おじきスタイルのおじきでございます。本日はね、ちょっともう今日本ではちょっと購入することができないかもしれないんですけども、こちらヒルバーグ、ヒルバーグのスタイカ、皆さんご存知ですよね。大人気の、2人用の、テントになるんですけども、スタイカ、そちらのインナーになります。これインナーになるんですけども、これフルメッシュのインナーになります。通常ね、あのスタイカについている、インナーテントっていうのはフルメッシュではないんですけども、これね、ちょっと海外から、入れたんですけども、フルメッシュのインナーで、これ単体でも立てれるんですよ。これからね、日本ではまあ言ったら梅雨を迎え、暑い時期になると思うんですけども、スタイカってね、ちょっと夏場、4シーズンテントなんですけど、夏場使うのがちょっと恐ろしいぐらいに暑いので、今回ね、ちょっとこれをフルメッシュ、皆さん気になるかと思うんで、こちらちょっと単体で立ててみようかなと思ってます。それではね、ちょっと単体で今から設営の方していこうと思います。フットプリントはね、社外品のマックアウトドアさん、こちらの方を使っていこうと思います。それでは設営開始します。はい、画角からね、見切れてるとは思うんですけども、一人でねやってるもんで、ちょっとその辺ご了承ください。それではまず、フットプリントですね、開いていきます。まあ簡単に広げました。これはね、インナーのフルメッシュのインナーになるんですけども、これは別売になります。よいしょ。そしてね、僕が持ってるのはサンドになるので、サンドのポールを持ってきてます。安心と信頼のダックポールですね。なんかダックポールが独り勝ちしてるようなイメージがありますけどね。まあユナンさんとかもあるんじゃないんですかね。もうだいぶヒルバーグも、アトラス、スタイカ、この時期入荷がまた始まってるみたいなんですけども、だいぶ買いやすくなってるみたいですね。ただまあ金額的にね、ちょっと出なくなってきてますけども、こちらに見えるのがポールホルダーになります。で、僕はね、これ3本立てないんですけども、これインナーのね、ゴムに全部通していきます。だから多分ね、もともとついているメッシュインナーじゃない方のインナーも、この立て方すれば単体で使えるとは思うんですけど、まあ、メーカーは推奨してないのかもしれないですけどね。まずクロスに立てていきますね。よいしょ。後でね、ちょっと詳細またいろいろ見ていきますね。チャックのね、出入り口のついているチャックありますよね。あれに沿っては僕はポール入れないんですよね。
まあ、入れた方がピンと張れるんですけど、このポールホルダーさえあればね、多分もともとついているあのインナーも単体で立てれるんじゃないかなとは思うんですけど、よいしょ、真ん中はねどうしてもへこむんですよこれ。もう立ちましたね、これだけなんですよ。これね、今1本余ってるんですけども、これがこのクロス3本目のここにね入ってドームになるんですけども、僕これ使わないんですよね、必要ないような気するんで、これは僕は使わないです。まあ、メーカー推奨はね3本使うようになってるんですけど、よいしょ、一回3本で立ててみますか。3本ポールを入れてしまうとね邪魔になるんですよね、出入りの際に。まあ、スペースあるんやったらね3本入れた方が、まあ、ピンとしていいと思うんですけど、いた。ちょっとハプニングがありましたね。はい、このような形ですね。ちょっと見えますかね、ちょっと画角から収まってないかもしれないんですけども、はい、これで今一応完成しているような状態ですね。ちょっとポールのねセンターずれてるのは気にしないでください、こっち側が引っ張ればこっちを引っ張ればねいい話なので、
これで大体センターかな。